カラコン通販のクイーンアイズがお届けするプリティービー始まるよ。こんにちは、まるです。こんにちは、みのみです。はい、今回は友達に電話をしていこうという単純な企画になります。でも、それじゃあ単純になっちゃうから、その人がどんな風に第一声を言うかとか予想したり、何を予想しようか。じゃあ、なんか自分のことについてとか質問して、どういう風に返ってくるかっていうのも予想しよう。なるほど、それでいこう。はい、じゃあ、電話する人決めていきたいと思います。誰に行きますか？マルピーは、じゃあまず女の子から行きます。はい、台湾編に出ていた、お話しあかりちゃんに行ってみまして、あかりちゃんね、お願いします。第一声でマルーって言うと思います。マルーもしもしじゃなくて、マルーがどうしたか心配してんだよってどうなるかな。普通にもしもしって、もしもしどうした、何みたいな、なるかなで、私は思うんですけど、意外とシンプルに行きそうだね。マルーとか言い出すと、でもバレからの電話だからそうなるかもしれん。でもなんか基本なんかマルがかけたらみんな変なテンションで返してくる。マルがテンション高いんだもん確かに。かけてみます。お願いします。マルー、どうした？え、今何て言った？第一声マルーあかりー実は今あの YouTube の撮影をしていて、隣に大塚みなみちゃんがいます。やっほー、久しぶり。久しぶりあかりに電話したら第一声なんて言うかって予想をしてる。ちょっと当たってたよ。マルどうしたって言うと思う。それは当てた。だって一瞬さ、マルがさキーって笑ったじゃん。あの鳴き声に聞こえてで泣いてるかと思って、やべえって、ま、え、どこにいんだと思って普通に笑ってました。なんだよやっぱさすがあかりですもん。分かってたわ私は。さすがマルから入ったね。皆さんマルから入りました。マルピ正解しました。イエーイじゃあまたあかりんプライベートでお話ししましょうね。いつもかけてね。はい、みなみちゃん、遊ぼうね。遊ぼうね、また、うん、連絡します。待ってますじゃあ切るね。バイバイ。切るの早っマルマルどうしてなんか顔を想像できるっていうのが、なんかここら辺をなんかちょっと口角上げながらじゃあ次、みなみちゃん1人目お願いします。はい、グラム編でマルピが一緒だった足川カレンちゃんにかけたいと思います。第一声なんだと思う？もしもしどうしたこのトーンだよねもしもしどうしたお疲れみたいな。もしもしは絶対入ってた。もしもしはお疲れ様とか言う。そう、カレンのなんか喋り方っていうか、でもこのちょっとこもってどうしたって感じが分かる。分かるよ。このイントネーションがね、うん、癖になるよねじゃあでは石川カレンさんにかけていきたいと思います。もしもし、もしもし、ヤッホーお疲れ。ヤッホーお疲れ。はい、何何今ね、 YouTube の企画でいきなり電話をしてみたっていうのをやってるんですね。プリティービーの YouTube なんですよ。カラコン通販。あ、あっと、あっと、そこまで言ったら言えますか？まるだよ。そう、まる。せーの、カラコン通販のクイーンアイズがお届けするプリティービー始まるよさすが。さすが。さすがですね。2人で第一声、うん、予想してたのね、うん、もしもしどうしたと、そう、もしもしお疲れだみたいなをちょっと予想してたんだけど、若干ちょっと違った。あの順番が違った、ね、何やったっけもしもしヤッホーヤッホーお疲れってそうだ、これは半々かな。半々です。今牛タン食べてたさ。え、絶対美味しいよ。牛タンをお食べ中に電話をかけてしまったそうです。申し訳ないです。すいません、お時間もらって。まず撮影あるの？うん、よく頑張ってね。ありがとう、また連絡するね。あ、待ってる。じゃあバイバイ。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 お疲れ様です。
ね、癒しだよ、癒しだよね、可愛い、もう愛おしいねってなっちゃう。好き言っちゃった、言っちゃった、好きです、好きです。最後の挨拶をしてくれた、たまらないのに。バカカレンちゃんでした。じゃあ次2人目いきたいと思います。はい、お願いします。台湾編で一緒だったジュリに勝ってみたいと思います。はい、はい、ジュリにも挨拶が言えるか聞いてみたいと思います。そう、じゃあかけます。お願いします。出るかな、なんか出ない気がしてきた。ジュリちゃんなんかもう1曲終わりそうな勢いだけど大丈夫そう。サビ終わるよ。いや出ないんだけど。違う人、ちょっと待って、ね、ジュリちゃんから LINE の返信が来ました。もう一回かけてみたいと思います。これで出なかったら嫌われてるよね。まあ電話できない可能性もあるけど、お部屋に移動して電話出てくれるそうです。じゃあかけます。あ、もしもし。はい、ジュリちゃん久しぶり。久しぶり。今、あ、はい、おトイレ中だったんですね。あ、おトイレ中だったんですね。はい、これ YouTube のと一緒やけど大丈夫？今？そう、プリティービーの卒業編に出てた大塚みなみちゃんと撮ってます。はじめまして。あ、はじめまして、見てました、ジュリ。ありがとうございます。やん、やん。ジュリちゃんに課題がありまして。なんで、なんで、やべ。いきますよ。プリティービーのオープニングの挨拶言えますか？え、やば。せーの、カラコン通販のクイーンアイズがお届けするプリティビー始まるよ。おー、言えました。やった、合ってるよ。ありがとう、出てくれて。うん、バイバイ。じゃあまたね。バイバイ。バイバイ。やった、出てくれた、出てくれましたね。嫌われてなかった。大丈夫だったよ。はい、やっぱ言えましたね、みんな。ですね、さすがです。次は私が、はい、言えますか。みなみちゃんが2人目に行きます。はい、みなみちゃんが、はい、花ママちゃんと、はい、カップルらしいやりとりを成功させてくれるそうです。頑張ってみます。はい、でも出るかわかんないんだよね。もしもし。どうしたの？久しぶり。久しぶり。かわいいな、いつも。なんで？どうしたの？急に。嬉しいんだけど。あのね、今 YouTube の企画で、待って、電話をかけてみたんですよ。え、みなみちゃん YouTube？ あの、プリティービーの YouTube です。あー、そういうこと？はい。え、一人じゃないの？まるだよ。まるちゃん。ところでですね、聞きたいことがあるんです。はい、はい、あの、前にもものの動画で第一印象聞かれたじゃないですか。逆に私の第一印象どうでした？移動する車で横座ってたんだよね。うん、最初話した時にめっちゃ声が可愛いと思った。本当に？そう、なんか荷物置いていいですかみたいな、はいそんな細かいところまで。私絶対同い年だと思った。それを言ってたね、ずっと。でも同い年で顔ちっちゃくて、うん、声可愛くて可愛い子って感じだった。え、でも先輩だった。先輩だった。でさ、もう一個聞きたいことあるよ。うんうんうん。みのことどう思ってる？え、みなみちゃんのこと？うん、好き。来た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 よ、これ。え、みも好きだよ、大好き。いや、マジで可愛いの。話してるだけで癒すというか、存在だけで目の保養。ありがとうございます。みなみちゃんがカップルらしい会話をやってきたってことで、ミッション成功しました。成功です。え、頑張ってね、撮影。ありがとう。失礼します。じゃあ、ありがとう、バイバイ。バイバイ。はい、正解。はい、成功しました。もうちょっと照れますね。あ、しちゃいます。ドキドキしてるんだけど。お、嫌だ。では、サトシくんにかけてみたいと思います。マユピがなんて聞けばいい？聞きたいこととかもある。マルのどこが好き？え、いいじゃないですか、いいじゃないですか。マルのどこが好きって言ったら、それはちょっとさ、じゃあ、好きっていうのを言わせたプラスどこって聞く。あ、それいい。待って、そもそも多分ね、寝ないんだよ。寝てる気がする。本当に？うん。じゃあちょっとかけてみたいと思います。え、緊張してきた。みなみちゃん、手伝えてきますね。
出なかったらどうしましょう。もしもし、おはよう。今起きたの？え、あのさ、いつも聞いてるんだけど、なあのこと、やだ。なんでなんで？好きなポイント、好きなポイント。なんか。サトピン。なんか寝てるよねまだ。寝起きだよ。え？聞いたんだけど。なんか寝起きでしたね。でしたね。お家に帰ったら好きって言ってくれるってことかな？待ってラインな。マジ謎なんだけど。豆もやしトイザラスってきた。どういうことや。マジで。どういうことや。謎キャラなんだけど。好きってうちも言われたかったな。どうせなら。ちょっと夢の中に入ってましたね。白目向いて。あーあーってやってたもんね。多分そんなにスーンって言ったんだと思う。ちょっと寝起きの声が可愛かったんで。オッケーということで。今回はいきなり電話してみました。どうでした？かけるって楽しいよね。うん、ジュリちゃんとあんまり電話しないけど、こうやって電話かけたことになって、これから電話する機会するかもしれない。そうだね。電話が気がかりなんだよな。リベンジ、リベンジで。あの、たくさんの好きよりもたまに言われる大事な好きがいいのよ。これ、じらされてるだけだから。欲しがるんですよ、この方。私はですね、普段でも上から電話してないんですよ。久しぶりにね、今日来てよかったなと思います。楽しかったです。楽しかったです。それでは、この動画がいいと思ったら、はい、高評価とチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。お願いします。それでは、バイプリー。